100万回覗いたレンズの先に映るものはきっと目指し続けていた私の未来だ。そばから矛盾しちゃってバカなのかな私とか必要以上に落ち込んじゃったりして締め切り前回すレコーダー映したフィルムには答えがあるらしい。私にはまだどうしてもわからないけどあの人と比べりゃそりゃ私は全然バカだし軽率で間抜けな才能とかも多分ないけど知りたいって思ってるんだ。この気持ちを信じたって探しに行かなくちゃ私のポートレそれが真理どうか誰かが言ってたけど納得できなくて思考停止なんじゃないのソースはどこ裏は解けんの気づいているよ似たようなものだ